年の夏にドニックさんが出しましたブルーストームっていうラバーなんですけども、まあ、今回その中で、まあ、中間コードっていうことでいいんですかね、硬さ的には。硬さはまあ1、2一緒なんで、うん、まあシートが違う、その中での、まあ、スピード重視の一番トップモデルという Z2 を、打ってみました。まあ、今ドイツラバーのトレンドであるシートを薄くしてスポンジ厚くしてっていう組み合わせのラバーなんですけども、まあ、ブルーファイヤー自体結構回転かかるグリップ力高いっていうことで評判だったと思うんですけども、まあ、その良さそのままにこう純粋に弾みがアップしてるのかなっていうふうに感じました。で、まあトニックの方もおっしゃってたんですけども、軽く打った時とか弱いインパクトで回転がかけやすいボールを掴むっていうことだったんですけども、確かにその通りで、特にバックですかね、うんうん、下回転だとか結構詰まって打っても上がる、上がってちゃんと収まってくれるっていう感じで、まあ、個人的にはバックで使うのが結構そう、ね、いい感じなのかなと思いますね。まあ、ドニックとしても、うん、まあ、回転は正直ブルーファイヤーのがかかるから、ね、トップシートを薄くするとやっぱり回転って少なくなっちゃう、うん、それはもう科学的構造上しょうがないだし、だからまあフォアはブルーファイヤーでいってほしくて、バックはブルーストームという、まあ、位置づけを、これもフォアでっていうのはなかなかトップの場合はちょっと厳しいかなと。まあもちろんね、初中級者の場合は両方フォアでもバックでもいいんだけど、どちらかというとバックよりバック向き、まあ、バックの方がいろいろ回転かけるテクニックって、うん、難しいからね、難しいんでね、そうそうそう、こっちの方がやりやすいのかなっていうような感じですね。まあ、うん、愛工大附属中の鈴木選手、はい、うん、もうバックで使ってて、フォアはブルーファイヤーっていう、うん、まあまさに、ね、その通り、その通りの組み合わせ。結構スポンジが 47.5 度っていう硬さなんですけども感じないんですよね。打球か、まあ、食い込みがね、シートがね、スピード系だから食い込み良くて、その分掴みやすくてこうパーンと弾けるような感じがあるから、まあ強いインパクトがなくてもそれなりのボールがいってくれるっていう良さがあるかなと思う。あとは打球音いいですね、打球音ね、はい、うん、まあ、ラケットカーボン使ってるっていうのもあるかもしれないですけども、食い込みがいいからその分音も鳴りやすいし、はい、まあ入れやすいというかコントロールしやすいっていう、 そこですよね、まあ、あとまあオープンプライスなんだけどブルーファイヤーよりちょっとね、なんかお店のいろんなお店見てもブルーファイヤーよりちょっと安く出してるから、もう新製品でやっぱり高くつけがちだけど、ね、新しいものって、まあ、その分ちょっとその辺を抑えてるので、まあ、手に取りやすいんじゃないかなと思います。ブルーファイヤーシリーズもまだ残してるんですよね。もちろんあれが一番売れてるから、そう、はい、あれをなくしてはいけない、あれをフォア、こっちをバックっていうような、まあ、住み分けがうまく、うん、またブルーかよとねちょっと思うかもしれないんですけども、まあそれは自分の中でそう、ファイヤーが回転系でストームの方はちょっとスピード系でっていう、でも万人受けそうなこっちかなって。そうですね、はい、うん、まあ、Z1 が回転重視のトップシートで、うんうん、Z2 の方スピード重視で、うん、まあ、粒感覚の広めのトップシートなんですけども、うんうんうん、やっぱり中級者くらいだとこんくらいの方が気持ちよくというか、そうね、入るし振って入るし、ちゃんとボールを持って回転かけられるっていう感じはあるかなっていうのはありますね、うん、難しいラバーはね、練習の時いいボール入るけど試合になるとね、本当に自分のミスで終わっちゃうことがあるんで、まあ、これぐらいが入りやすいし、もしこれでね硬いなと思えば Z3 の方、はい、もうちょっと柔らかい、まあ、どちらにしても中上級者向けかなと思うんで、弾むし回転もかかるんで、まあ変な癖がなくてね、それこそ本当にオールラウンドに、うん、いろんな
技術もしやすいので、うん、まあ、万人受けするタイプの新しいテンションラバーかなと思います。うん、